はい、どうも、吉谷です。YF さんの方からですね、ドリーム報告、また2連チャンですね、いただきました。吉谷さん、こんにちは。今日は4ベットで33ポイント達成しました。1日30ポイント取れば良いと、仮面さんからご指導いただいています。パソコンを開いたのは30分程度で、ベットから利益確定は4ベット合計数分でした。この調子でいけたら、来週から10ドルでベットする予定です。仮面さんに負けないように頑張ります、と。これちょっと切れてるな。頑張りますと。はい。みたいな感じで、メッセージいただいたんですけども。はい。どうも、吉谷です。今回ですね、ドリーム報告、また2連チャンでいただいたんですけど、YF さんですね。吉田さん、こんにちは。今日は4ベットで33ポイントを達成しました。1日30ポイントを取れば良いと、亀井さんからご指導をいただいています。パソコンが開いたのは30分程度で、ベットから利益確定は4ベット合計数分でした。この調子でいけたら、来週からは10ドルベットする予定です。亀井さんに負けないように頑張ります、と。はい、ということで、プラス36円と。おめでとうございます。プラス36円と。はい。まあ、これはですね、多分僕が今ちょっと検証動画、撮ってるので、まあ、それに負けないように、アウトプットしてきたのかなというとこです。はい。まあ、これは多分最初、あれなんですよね。多分練習で今やられてると思うんですけども、まあ、やり方わかれば、あとはベット金額を、ここのね、10ドルで今度、来週からやっていこうってことなんですけど、ベット金額上げていけばもちろん利益取れますので、最初はこんな感じでいいんじゃないでしょうか。まず慣れないといけないですからね。いいと思います。はい。なんで、あとはこれぶっちゃけ10ドル、100ドル、1000ドルとかね。要は掛け金多くすればいいわけですから。はい。4ベットっていうといくらなんだろうな。はい。ちょっと僕よくわかんないですけど、とりあえず結果出てるということで良かったです。はい。まあ、この前もちょっと動画撮ったんですけど、要は、ドリームアカデミアですね、ドリームアカデミアで、教えている内容は何かと。これなんかね、他のお客さんにも言ってるんですけど、お客さんでもいたんですけども、今、ブックメーカーの情報を流して、で、日本一のブックメーカーの塾を目指しますみたいな感じで、確かドリアカ生だったかな。ドリアカ生の方向だ。僕もいっぱい報告もらってるんで、ちょっと忘れちゃったんですけど、他にも塾生さんの方で、ブックメーカー結構やってる人いてるんですね。で、まあ、ドリマカでも教えてる内容は何かっていうと、まあ、結論情報発信ですね。情報発信して、集客して、信頼を築いて、商品を売る、かっこアフリエイト。まあ、自分で商品を作れない場合はアフリエイトでもいいわけです。やることこれだけです。で、別にこの情報発信するときに、ほとんどの人が、こんな私なんかとか、よくあるのが、いや、こんな私なんか、てんてんてんと。何も発信することがありませんとか、武器がありませんと。あとなんだ、自信がありませんとか。何を発信していいかわからないですとか。まあ、いろいろあるわけですね。なので、ここを、なんだ、初心者の方はこういう、別に何でもいいんですね、情報発信に関しては。何でもいいんですけども、ここがよく、いただく質問なので、ドリームアカデミアでは何を入れてるかっていうと、まずファーストステップですよね。その情報発信をする上での、武器となるというか、発信しやすいように、この3万稼ぐステップっていうのを入れてます。ここで YouTube で稼ぐノウハウだったり、転売で稼ぐノウハウ、ブログで稼ぐノウハウ、自己アフィリエイトで、稼ぐノウハウだったりとか、まあ、ここのノウハウはどんどん増やしていく予定です。で、こっからぶっちゃけ本講義が始まるんですね。こっからが、まあ、メインかなっていうところです。
僕のその情報商材完全バイブル読まれてる方だと分かるんですけど、要は情報を扱ってまあ売り上げ作っていくっていう話ですから、まあここは別に何でもいいんです。なんでその例えばまあ今も僕がこうやって情報をこうやって発信してますけど、別にそこのこれだけでいいわけじゃないですか。まあ僕は結果報告をこうシェアして情報を発信してますけども、これ自分でまあブックメーカーやられてて、この金額が少なかったとしても、興味出る人は出てるんですよ。例えばこれキャッチコピーの仕方で、わかります？例えば、要はまあこれドリアカで教えてますよ。ドリームアカデミアでこれ講義の中で教えてるんで、ちょっと見てほしいんですけども、ね。ターゲットは誰かなんですよ。ターゲットは誰と。要はここが大事なんですよ。要は例えば36円だったら興味出ないですよね。でもうすでに僕だったら、じゃあこの情報でどうやって集客して興味をつけていくかっていうと、もしあなたがブックメーカー投資で安定して勝つことができていないなら、私が現在○○賞をしている、投資、結果をまず見てくださいみたいな、ただし初心者限定と。要は初心者限定でブックメーカーの初心者宛てにやればいいわけじゃないですか。で、その安定的に利益を出すことができてない、負けが多いってことだったら、この賞っていうところ、何賞っていうところにフォーカスしてやれば別にいいじゃないですか。何賞しましたと。ただ、例えば、30勝2敗ですとか。見せ方なんで、じゃあ2杯とか、これがじゃあ大きくなったらどうすかって話じゃないですか。102勝2敗ですとか、別にここの金額少なくてもいいですよね。これってわかります？ここの金額少なくてもこれで打ち出せばよくないですかって話で、まあいろんな打ち出し方がありますけど、初心者をターゲットとして、でしかも初心者の中でもブックメーカー始めたんだけどよくわかんない、もしくは結果出てないとかね、そういう方、だからあとは敵を作ると。これもまあドリームアカデミアで教えてるので講義の方を見てほしいんですけど、ブックメーカー投資で1億とか稼げる人に、稼げるよ、ブックメーカーで1億稼げるよと言われた人から教わって1円も、1億稼げてない人へと。みたいな。わかります？ブックメーカーで1億とか1000万稼げるよっていう教材を買って1億稼げてない人へ、みたいな。なぜあなたがブックメーカー投資で、安定的に、勝ち続けることができないのか。その理由は、わかりますかと。まあ単純でルール通りにやってないだけなんですけど、あとはここのノウハウが、まあ例えば、その、ノウハウが嘘、もしくは、ルール、勝ちへのゴールデンルールを知らない、たったこの2つです。もうこれコピーライティングになってきちゃいますけど、まあブックメーカー、ドリームアカデミアでそのライティングのやり方も講義の方追加していきますんで、ここら辺のちょっとね細かいテクニックになってくるんで、たったこの2つですと。でまあノウハウが嘘というのは論外、
大切なのは、ゴールデンルールを知ることから。ゴールデンルールとは、要はほとんどの人たちはルール通りに、ベッドしたり、なんだ、損切り、できていませんと。なぜかと。まあこんな感じで掘っていくわけですね。なんでできないのと。ルール通りになんでできないの、損切りできないのと。なんで負けるのっていう。まあここはまあ僕はいろんな投資の教材とかも扱ってきましたんで、まあ本当に投資で勝てない人はもうまさしくルール通りにできないですよ。うん。要は自分の感情をコントロールできないですよ。投資で勝つ、すいません、これちょっとね、趣旨がずれちゃってるかもしれないですけど、投資で勝つためには、一つです。まあ、いろんな要素ありますよ。いろんな要素あるんですけど、ルールを決めて、ルール通りに淡々とやる。ただこれだけです。ほんとこれ。で、ルールを決めるために、検証を繰り返す。ただこれだけです。やることは。で、この検証を繰り返すのがめんどくさいわけじゃないですか。だから、ノウハウとか、ノウハウで載ってる、手法とかをやるわけなんですけど、だからそれ、まあ、じゃあ買ったとしても自分でこう検証していくわけですよ。少ない金額でも。で、ずっと検証しまくる。もう検証です。常に検証。で、それを、あ、これは間違いないなと思ったら、もうルール通りに感情を入れずやるっていう。ただこれだけです。で、損切りはちゃんとする。ルール通りに。損切りできない理由っていうのは、感情が入るからです。だから感情は置いといて、ルール通りにやる。ただこれだけです。投資で勝つためには。ある一定のルール通りにやると。そうすると負けません。負けたとしても損切りできますから、トータル的に言うと利益が取れるってことです。で、トータル的に利益が取れない人っていうのは、どっかのトレード、どっかのベッドとか、まあ、ブックメーカーはベッドですかね。それで感情的に入るからです。感情的になって、ルールを破ったりする。ただそれだけです。僕もう10年以上いろんな人見てきますけど、安定的に勝ってる人は、トータル的に勝ってる人はこれやってるだけなんですよ。自分のルール通り、自分の、まあいろんな手法がありますけど、自分のルール通りにカチッと入った時にただトレードしてるだけなんですね。ただこのルールを決める上で検証する時間を結構費やしてるわけですよ。じゃあ新しい手法。じゃあこれ手法がちゃんと、行くのかっていうところを検証していくと。で、その検証する時間、めんどくさいよねと。時間ないよねってとこで、まあノウハウを買ったりとか、手法を買ったりとか、本を買ったりとか、いろいろするわけなんですけど、まあ、これだけです、はい。はい。ちょっとね、趣旨がずれましたけど、戻しまして、まあこういうことですね。情報発信して集客し信頼と。だから結局、この情報でも集客することもできるし、興味づけすることができるんですよ。だから誰をターゲットにしていくのか、で、どういうメッセージで訴えかけていくのかっていうところです。うん。OK ですかね。はい。ということで、まあ今回、YFさんの方からまた、経過報告の方をしていただきました。はい。まあ、この調子で頑張っていただいて、まあ、YF さんはですね、もう自分で情報発信できるんで、これ発信してんのかな、YF さん。まあ、自分で YouTube チャンネル持ってますからね。多分、発信してんのかな。ちょっと見てみましょうか。YF。あ、今日、あ、まだブックメーカーはやってないのかな。歌ってますね。歌ってるわ。歌ってるな。はい、歌ってます。ワイフさん歌ってますね。はい。まあ今はその情報発信よりこっちをちょっと検証してるのかな。ただ僕としては、まあワイフさんの場合は、もう結果出せるんで、なんだ、情報発信できるじゃないですか。だからまあ僕の方に結果報告の方をしていただくのはありがたいんですけれども、自分の媒体メディアでこれを結果報告僕みたいにしていけばいいんじゃないかなとは思いますけどね。うん。はい。もう自分でできるわけですから。はい。まあもちろん僕の方に結果、まあドリームアカデミアではですね、どんなことでも結果が出たらシェアしてくださいっていう、一応言ってるので、全然いいんですけど、せっかく自分の媒体持ってるんで、自分の媒体でも結果報告をこう、別にこの僕はこういうふうにいつもこういうふうにやってますけど、別に、なんだ、
ブックメーカーについてぼやくでもいいと思うし、まあ情報発信していけばいいんじゃないかなとは思います。はい。だ以前転売はい。転売ぼやいてますよね。はい。転売に関して、ドリア化成渡辺式転売担当 YF です。ドリア化成渡辺式転売部門 YF ですと。はい。ありがとうございます。はい。まあ、こんな感じで、なんだろうな、情報発信していた、こっちも同じようにしていただければいいんじゃないかなと思います。ではですね、今回、YBayさんから、立て続けにドリーム報告いただきました。まあ、今度また来週からはですね、10ドルベットでするみたいなので、またもしかしたら10ドルの結果っていうのをまたなんか報告していただけるのかもしれないです。ただまあ、YBayさんの方はですね、すでに情報発信できるので、まあ、自分の媒体でもした方がいいんじゃないかなというのが、はい、僕のアドバイスになります。では、それではですね、今回の、結果報告のシェアはこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。